うございます、コパールです。今日はですね、タイトルとかサムネイルにあったかと思うんですが、こちらのめちゃくちゃかっこいいサングラス、マーズクエストというところのモメンタムというモデルをご提供いただきました。でこちらのねレビューをさせていただこうと思っております。でご覧の通りこちら開封しておりまして、実践投入ガシガシさせていただいております。いつも行くね裏山のハイキングコース、3時間ぐらいのハイキングだったり、まあ、近所のお散歩なんかにも使わせていただいておりまして、まあ、使ってみた使用感なんかとともに、登山においてのサングラスの必要性なんかもお話できたらなと思っておりますので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思っております。本当にね、今日こんな感じの秋晴れのね、めちゃくちゃいい天気で、サングラス日和と言ってもいいんじゃないでしょうか。で、サンダルハイクですね。あまりおすすめはしませんが、サンダルハイキング、めちゃくちゃ気持ちいいです。ちょっとヘビが怖いですけど。はい、ではですね、こちらのマーズクエストのモメンタル、細かいスペックなんかは後ほど紹介しますが、登山においてのサングラスの必要性について簡単にお話しさせていただこうかなと思っております。一般的にね、登山においてサングラスというのは必須のアイテムと言われております。というのも、まあ、日差しを和らげるというのはもちろんなんですけど、目から入ってくる紫外線を抑えるという役割を持っております。一般的に、ね、標高が高くないにつれ紫外線も強くなると言われていて、で紫外線が目から入ってくるとどうなるかっていうのをこれ調べたらすごく面白かったんですけど、強い光が目から入ってくると、頭の中、脳みそは、日光を浴びていると勘違いして、肌にメラミン色素を出しなさいという命令を出すそうです。その影響でですね、日焼け止めとか塗っているのに目から入ってきた紫外線によって日に焼けてしまうという現象が起きてしまうそうです。もちろんね、それ以外にも長時間、目にね光を浴び続けると角膜を傷つけて炎症を起こしたり、あとはね白内障なんていう怖い病気なんかも誘発したりすると言われていますので、サングラスはあった方がいいかなと思います。まあ、サングラスいろいろ種類がある中でどういったものが登山に向いているのかっていうのを、3つのポイントに分けてお話しさせていただこうかと思います。まず1つはですね、軽量であること、軽いってことは本当にね正義ですので、重いメガネをずっとつけているよりも、絶対にこれは軽い方がいいと思います。2つ目はですね、フィッティングですね、つけ心地。これはですね、言うまでもなく長時間アウトドアフィールドで、歩く登山においては、つけ心地というのは非常に重要なポイントだと思います。自分にねフィッティングしていないメガネをかけたことある方たくさんいらっしゃるかと思いますが、ここのねこめかみが痛くなったり耳の上が痛くなったりね、そういったことがないようにフィッティングは非常に重要なポイントだと思います。はい、で3つ目はレンズですね。レンズは偏光レンズが望ましいと言われております。で偏光レンズの特徴としましては、こういったね葉っぱですとか地面の石とか、あと雪とか、太陽から降り注ぐ光が反射した光っていうのを抑えてくれる役割をしています。このギラつきを抑えて視界をクリアに保ってくれるのが偏光レンズと言われております。この偏光レンズかけたことある方はもう言うまでもなくこの快適性を理解されているかと思うんですけど、もう本当にね一度偏光レンズかけてしまうと、もうこのね快適性から逃れられませんね。サングラスをこう外すと、こうやって目を細めて、こういう強い日差しの時って目を細めて、目に入ってくる日光、光をこう少なくしようという動きをするかと思うんですけど、ここにね、力を入れて。でも、この偏光レンズするとですね、それがね、めちゃくちゃ和らぐんですよね。もう全然顔に力を入れなくていいっていう。あとはね、こういった感じの樹林体っていうのかな。もう光が浴びて、葉っぱから反射してくるこのギラ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 している光が全然なくなりますので、本当にね、手品のような、感じです。いや、サングラスしてカメラに向かって一人で喋ってサンダルで山入ってたので、すごいね不審な人に見られましたね。はい、ということでここまでは登山においてのサングラスの必要性なんてのをお話しさせていただいたんですが、まあ、その辺を踏まえまして、こちらのマーズクエストのモメンタム、機能性だったり付け心地どうなのよってお話なんですけど、まずはね重量ですね。これ本体重量なんと 19g、 20g を切っております。めちゃくちゃ軽いです。で、つけてる時の装着感ももちろんなんですけど、朝夕のローライト時は外して荷物になることがありますので、その時もね、軽いに越したことはありませんので、この 19g っていうのはめちゃくちゃ軽くて助かります。で、つけ心地、装着感なんですけど、こちらは先ほどお話しさせていただいた通り、個人差が出てきてしまう項目だと思います。だけど、ちょっとね、これね、フレームがかなり柔らかいんですよね。かなりフレキシブルに動くフレームになってまして、これだけ柔らかいといろんな形の頭でも、
合うんじゃないかなと思っております。ちなみに私頭めちゃくちゃでかいですでもね、これつけて頭をこう激しい動きをさせてもずれることはない安心感があります。まあ、優しくこう抑えられてる感じと、まあ、この鼻の上に乗ってる感じがかなり安心感があって、なかなかそう簡単にはずれないと思います。で、一応ね、参考になるかちょっと分かりませんが、各部のサイズを記載しておきますので、もしね、お手持ちのメガネと比べていただいて判断材料にしていただけたらなと思います。で、3つ目の項目であるレンズですね。これはもちろん偏光レンズが使われております。こちらのマーズクエストのモメンタムのサングラスは7層の偏光膜のフィルムがこう重なってできているそうです。なので先ほど現場でお伝えした通り、直接的な強い日差しだったり、葉っぱに反射したギラギラ感だったりとか、あと地面の照り返しなんかもしっかり抑えてクリアに保ってくれます。でね、偏光レンズは山だけではなくて、車の運転時とか、あと釣りする時なんか非常に役立ちます。対向車線を走る車のフロントガラスの反射とか、そういったものをねがっちり押さえてくれるので非常に運転しやすいです。こんな感じでですね、登山に向いたサングラスの3条件を見事にクリアしているこのモメンタムなんですけど、カラーは全部で6色展開されてます。で、各カラーで見え方に特徴なんかがありますので、こちらを参考にしていただければなと思います。で、ちなみに私が選択させていただいたカラーはグレーになります。見え方はね、色味は全然損なわないですね。例えば赤い花は赤い花のまま見えたりします。樹林帯入って木の葉っぱなんかがこういっぱいある時に、もう一枚一枚の葉っぱのこのディテールっていうのかな、形がこうくっきり映る印象があります。あとはね、空に浮かぶ雲ですね、立体感が生まれるというか、色の薄い部分と濃い部分がこうはっきりする、コントラストがはっきりしているように見えるレンズになってます。で、誰にでも似合うと言われているこのね、シンプルなウェリントン型、スクエア型のこのね、形と、まあ、デザインもかっこいいですし、まあ、性能も付け心地も間違いないと。何よりですね、驚きなのは、このクオリティで、なんとお値段が4000円を切っております。で、これは私の持論なんですけど、登山においてのサングラスは高価なものはいらないと思っております。というのもね、どうしても登山の性質上、傷がつきやすかったりとか、あとはね、紛失の可能性もかなりありますので、高価なものを買ってね、なくしてしまうよりも、こういったね、買いやすい価格の、高性能なものをガシガシ使った方がいいのかなと思います。で、何よりこの偏光レンズの偏光度合いっていうのは年々劣化していくと言われておりますので、まあ、定期的な買い替えをするという意味でも非常に嬉しい価格だなと思います。ただですね、唯一と言ってもいいぐらいの欠点が一つだけありまして、で、これはね、マーズクエストのモメンタムに限ったことではなくて、まあ、偏光レンズ全般に言えることなんですけど、偏光レンズをかけるとですね、こういったね、スマホやカメラの液晶とかがめちゃくちゃ見づらくなります。こればかりはね、偏光レンズの性質上避けられないことなんですけど、スマホ見るとか、あとはカメラのこういったね、液晶を見るとか、このファインダーを覗くとか、そういう際はどうしてもこう外さなくてはいけません。外すとね、紛失だとか落下とかね、傷ついたりとか、そういうリスクが高まってしまうんで、そこは注意が必要かなと思います。で、そこでですね、一つこんなものがあると非常に便利ですよというアイテムなんですが、まあこれご存知だと思いますが、これメガネホルダーですね。こんな感じでフレームにつけておくだけで着脱が非常に楽になって、かつね、紛失のリスクも減りますので、まあこんな感じで首から下げて、まあこうやって写真を撮るなりスマホを見るなりして、で、また参考歩くときにはこうかけると、こういったものが一つあると非常に便利だと思いますので、ぜひ活用してみてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。今回はですね、このマーズクエストのめちゃくちゃかっこいいサングラスモメンタムを紹介させていただきました。本当にね、性能も良くて価格の安い、コストパフォーマンスの非常に高いサングラス、おすすめの一品でございます。気になった方は下の動画説明欄にリンク貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それじゃあまた次の動画で。